皆さんこんにちは。11月29日午前と午後の合間に続きサッカーキングハーフタイムです。本日の進行を務めます伊藤でございます。よろしくお願いします。そして皆様がいて右足になりますね、水曜レギュラーショノさんになります。はい、ショノです。よろしくお願いします。そして今日は、ゲストをお招きしております、ベルディ川崎やベルガルト仙台またねガイナーレ鳥取などでもねゴールキーパーとして活躍されました小針清光さんです。よろしくお願いします。小針です。よろしくお願いします。ようこそ番組に来ていただきましたありがとうございますということで、インターネット番組アベマ TV とかには出られたことがあるということなんですけども、はい、まあ、こんな感じでニコニコ生放送とか、ね、YouTube とか、はいはい、今この番組放送してるんですけども、コメントたくさん来ております。こんな感じでコメント出るんですけどニコニコ生放送、初めて出られるんです、ね、デビュー戦です。デビュー戦、はい、お手柔らかにお願いしたいと思います、はい、小針さんもね、コメント見てらっしゃいますんで質問がある方、はい、後ほどね質問の時間も設けたいなと思いますので、ねクラブいろいろ渡り歩いておりますので、はい、いろんなチームでファンの方がいらっしゃると思いますので、はい、お答えできる範囲でお答えいただければなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではショーンさん本日のラインナップの方お願いいたします。はい、本日は最新のニュースとドレッドのゴールキーパーといえばこの方、うん、小針清光さんのこれまでとこれからというタイトルで特集をお届けします。はい、この番組はニコニコ生放送 YouTube ライブ、ペリスコープ、ツイッターのペリスコープで配信しております。チャンネル登録フォローの方ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。一旦提供でございます。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。はい、特集で小針さんのお話も伺う前に、昨日今朝あった、サッカーのニュースから振り返っていきたいと思います。はい、岡崎先発のレスター 4戦ぶり勝利、ラメラ復帰のトッテナも撃破、うん、プレミアリーグ第14節が28日に行われ岡崎慎司が所属するレスターとトッテナムが対戦しました。レスターは13分ジェイミー・バーディのゴールで先制、さらにリアド・マフレズにもゴールが生まれ2点のリードを奪います。その後トッテナムに1点を返されるもリードを守りきったレスターが4試合ぶりの勝利を収めました。はい、ありがとうございます。昨日、プレミアリーグ確か4試合ほど行われたのかな、行われて、レスターが、まあ、今シーズン、ね、苦しんでるんですけどもレスターが、まあ、好調トッテナムを下したという試合でした。まあ、レスターはバーディーとかマフレーズが昨日ゴール決めたんですけども、まあ、決めるべき人が決めると、まあ、勝ち点も取れていくのかなって気がするんですけども、小針さんは今解説業も引退されてからされてますけども、はい、J リーグを中心かと思うんですけども海外サッカーとかはいかがですか？もともと選手の頃は J リーグの試合を見たりとか、はい、自分の試合を振り返るよりは海外の試合を見る方が多かったので、はいはい、なんでどっちかっていうと海外のサッカーの方が見る機会は、ね、はい、多かったですね。最近はしっかりこう見る時間も取れないので、うん、ハイライトを中心にこう見てしまってるんですけれども、うん、やっぱり現役時代とかもその、まあ、試合をたくさん見る人とあまり見ない人がいらっしゃるかも思うんですけども、うん、はい、まあ、見るタイプだったってことですね。まあ、単純に楽しんでましたね。あ、そうなんですね。こう見込んでこう戦術どうとか人の動きがどうっていうよりは単純に好きな選手だったりとか好きなチーム見て、うん、面白いってなんかちょっと一ファンみたいな感じで見る機会の方が多かったですね。好きなチームだったりとか好みのリーグだったりとかってあったりしたんですか当時は？セリエ見る機会が多かったですね。まあ、そこはちょっと、うん、自分がやってたポジションとリンクしてしまうんですけど、うん、キーパー目線で見る機会も持ちつつっていうので、はい、セリエ見る機会が多かったですね。なるほどね。まあセリ、まあまあ、ご存じの通りゴールキーパーだったので、まあ、イタリアのゴールキーパーだったりとか、まあ、セリエは当時それこそ10年前とかはキーパー大国でもありましたし、まあ、今でもそうですけども、はいはい、まあ、トップレベルのキーパーがいたのでそれを参考にすることもありましたね実際。はい、いいプレーだなーって思うのはどうにか自分の力にしてやろうって見てました。はい、フィオレンティーナ見ましたかなんて聞きますけども、きっと見てくれてると思いますよどんなルーマの話なんかまで後ほど特集の方で伺っていければなというふうに思っております。プレミアリーグ他の結果いきましょうか。昨日行われた試合ですね、ブライトン対クリスタルパレスが0対0、レスター対トッテナムがお伝えした通り2対1、岡崎選手が先発しましたと、ワトフォード対マンチェスターユナイテッドが、ユナイテッドが4対0と、まあ、前半3対0で、折り返したんですけども後半2点追いつかれて2対3と、まあ、ただ、勝ち越して4対2で勝ったという試合でした。
そしてウエストブロムウィッチ対ニューカッスルが2対2、まあ、今夜は吉田選手が所属するサウスサンプトンが首位のシティと対戦するということで、まあ、プレミアリーグは相変わらずの厳しい日程ですね。で、まあ、今12月に間もなく入ろうとしますけど、まあ、プレミアリーグご存じの通り、はい、あの年末年始もほぼなくてみたいな、ね、やっぱオフって必要ですよね。欲しい選手欲しいですけどね。言い抜くタイミング欲しいですけどね。欲しいですよね、はい、本当に吉田選手とか岡崎選手とかって本当にななんですか、オフの夏帰ってきてもいろんな活動されたりとかされてるんで、うん、本当に一年中サッカーやってるんじゃないかなみたいな感じですよね。それがもう何年も続いてますからね。ですよね。タフですよね。タフですよね。ということで、今夜プレミアリーグ第14節 6試合が行われるということで、まあ、相変わらずシティが好調で強いなっていう印象ですね、はい、続いてのニュースいきましょうか。はい、ブッフォンがセリア最優秀選手賞を受賞、ゴールキーパーとしては史上初の快挙。イタリアサッカー協会、サッカー選手協会によるグランガラが27日にミラノで行われ、うん、2016-17 シーズンのセリエ A 最優秀選手にジャンルイジ・ブッフォンが選出されました。同賞をゴールキーパーが受賞するのは史上初の快挙。なお2011年から6シーズン連続でユベントスの選手が受賞となりました。はい、まあ、史上初の快挙という話なんですけども、これってそんなに長い歴史のあるタイトルじゃなかった、うん、まだ若いタイトルなんですよね。はい、イタリアの選手協会、そうですね、今トンマージェが会長をやってる選手協会の選手賞ですね、まあ、ブッフォンということで、まあ、ピルロ、まあ、フィールドプレイヤーがやっぱこういう賞は比較的取りやすいっていうのもありますよね、うん、なかなかゴールキーパーにスポットが当たるってケース少ないですけども、小原さんはブッフォンと、対戦されたことがあるといったあれなんですけども、はるか昔の話になりますけどね。もういつ頃のお話ですか。実際に対戦したのは、はい、あれですね、アンダー17の世界大会、はい、日本で1993年に行われた時に、うん、グループリーグがイタリアと同組で、はい、その時に、イタリア代表で試合出てたのがブッフォンでしたね。まあ、93年の FIFA U17、まあ、世界選手権当時 U17 のメンバーだ、はい、で、日本で開催されたんですよね。そうですね、日本で開催された、まあ、国立競技場とかの試合が行われたりとかして、はい、まあ、当時が J リーグ1年目だったんで、すごいサッカーが盛り上がってたタイミングだったので、そのアンダーの世界大会も、うん、はい、すごくこう人もたくさん来てくれてましたし、今思えば、はいはい、ものすごいお金をかけて、うん、スタジアムのこうなんていうんですか、盛り上げっていうかこう、うん、作りもレーザー光線使ったりとか、その時の最先端のもの、ライブじゃん、開幕式っていうのかな、あれなんかは開幕戦の前にやってたのがすごかったですけどね。はあ、そんな感じでしたか。はい、まあね、アンダーカテゴリーだとそんなにね、盛り上がる華やかさないじゃないですか。そう考えるとすごいですね。さあと結果だけで終わってしまうような感じでしたけど、実際は結構こうもう本当にお金もパワーもかけてやってたんだなっていうのを思います。 J リーグのやっぱ熱が高かったですね。そう、93年ですと、ショーンさんまだ生まれてらっしゃらないですもんね。生まれてないですね。はるか昔じゃないですか。はるか昔ですね。その時に、まあ、プレーをして、まあ、当時日本代表がガーナ、メキシコ、イタリアと同グループで、はい、ブッフォンと小針さん、選手じゃないですね、小針さんも当時にイタリア戦に出てたことですね。そうです、はい、その時は出てました。他にイタリア代表のメンバーってどんな選手がいたかと覚えてますか。トッティも、イタリア代表に、トッティ、はい、その当時入って、はい、日本戦はスタートではなかったんですけど、ね、はい、途中から出てきたかどうかちょっと覚えてないんですけども、はいはい、ベンチにはいましたね。まあ、すごいな。今でこそトッティとかブッフォンっていうとね、もうサッカーファンの方でご存知だと思うんですけども、当時イタリアは、1分け2敗でグループリーグ敗退してるんですよね。そのメンバーで不思議な話ですよね。っていう当時でいたということで、まあ、93年のお話ということで、コメントでも来てたんですけども、財前さんや船越さんがいた時かなんてコメント来てましたけども、間違いないですか。まさにそうですよね。もう幻というか、はい、キックインが、うんうんうん、試験的に導入された幻の大会で、はい、財がキッカーで、はい、どの位置からでももうフリーキックっていう状態のスローインがなかったので、はい、
タッチライン上からボールを入れて、うん、で194号の船越がゴール前で待ち構えるっていう戦術の一つでしたけどね。まあ、今でもそうなんですけども、割とユースカテゴリー、うん、FIFA のユースカテゴリーでそのまあ VAR とかもそうかもしれないですけども、新しいそのルールを試すっていう大会があって、うん、その93年が、キックインを導入、まあ、試されるという大会で、当時僕も93年は何歳だろう、中学生とかだったんですけども、いや嘘です。高校1年生だったんですけども、高校1年生とか、あ、じゃあ同い年ですか、僕1個下です僕。あ、本当ですか、はい、だったんですけども、高校その時にやっぱ草サッカー的な、ま、遊びでやるサッカーでキックインをやっぱやりましたね、うん、あ、やっぱそう、真似してあ、そうなんだ。だってスローインより明らかに飛ぶんですよ。キックインで直接ゴール狙うのはいいんですか？ダメなんですよ。直接はないです。ダメなんです。普通行くと一緒で、スローインを直接入れちゃいけないのと一緒で。じゃあもうなんかパスを出すって感じですね、普通に。そうです。だからコーナーキックみたいな感じでみんな蹴ってましたね。あ、そうですよね。まあ、ただ本当にかなりチャンスが増えてしまうということで、その後のそれ以降全くなくなりました。全くどうにもなかったっていう。そのタイミングでゴールキーパーって嫌ですね、なんかね、タイミング。たまルール改正って、ああ確かにそうです、ね、だって入りやすい状況で、なんか結局サッカーって点を取り合うスポーツだけど点が入りにくいスポーツじゃないですか。はいはい、なんかルール改正、先週でしたっけ、ルールのいろいろお話を。あ、ありました。あ、そうなんだ。ありがとうございます。そうなんです。だから結局なんかいろいろその点を入れるためにキーパーがどうしても不利になるようなルール改正がすごく多いんですよね。あ、そうなんですね。バックパスか手で扱う、昔は扱えてたんですよ、手で。あのバックパス、あ、前回話した、ね、はい、あれも結局キーパー手で扱えなくなったりとか、時間稼ぎ、ボール保持してる時間も6秒に限定されたりとか、うん、4歩までしか歩いちゃいけないとかありましたよね、はい、あ、そういった意味で、そうですよね、いろんなルール改正を経験してきたっていう感じですよね。そうですね。コロコロ変わって、まあ、ボールもそうですけどね、ボールもいろいろ変化して開発されて、ーキーパー的にはすごくこう嫌なボールっていうか質が、そうですね、ブレルとかブレ玉とかって流行りだしたじゃないですか、何年か前に。そうですよね、キーパー泣かせですよね。なるほど、そこら辺の話も面白いですね、ルールの話とかも、ということでキックインのお話もいただいたんですけど、続いてのニュースいきましょうか。はい、ガンバ大阪ベテランゴールキーパー藤ヶ谷陽介選手の引退を発表。これまで348試合に出場。ガンバ大阪は28日、36歳のゴールキーパー藤ヶ谷陽介の現役引退を発表しました。藤ヶ谷は北海道コンサドーレ札幌でキャリアをスタート。2005年にガンバ大阪に加入すると、14年にジュビロ磐田へ移籍するものの、翌年にはガンバ大阪へ復帰し、古巣で活躍してました。これまで公式戦348試合に出場しました。アンダー世代の日本代表にも招集されており、AFC ワールドユース準優勝などに貢献しました。あの時ですか。なんかもう、年取るとあれなんですけど、なんか最近のことに感じるんですけど、もうやっぱずいぶん前の話ですよね。そうですよね。はい、まあね、黄金世代とかって、ね、呼ばれてましたけども、うん、その時の準優勝メンバーということで、まあね、人間なんで年を取るっていうのは仕方ないんですけども、なんかやっぱこの時期11月12月ってどうしてもね、この話題は、出てきますし、僕も辞めてからもやっぱこう、はい、まだね現役で頑張ってる選手から、うん、いや実は引退しようと思ってますとか、はいはい、やっぱ相談とか受けたりするんですか。はい、そうですね、チームからは次のチーム探さなきゃいけないような、話をされたとかっていうのは相談は結構受けますね。小堀さんは引退されたのが3年前2年前3年前ですね、2014年シーズンを最後に終えて、15年の2月に引退を発表したんですね。そうですね、発表したのは、はい、まあ36、7ぐらいの時ってことですね。そうですね、37ですね。その引退を決意するとかっていうような、きっかけとかって何かあったんですか。まあ、やっぱりそのある程度年齢重ねてきたら、もう毎シーズン今年が最後のつもりで、戦ってはいて、だから後々こうなんだろう、やり残したりとか後悔 しないように、まあ一試合一試合だったり毎日毎日のトレーニングっていうのは意識してやってたので、その中でこう、まあただ自分の中でのプロサッカー選手のこう線、こう
基準というものを作っていて、で、まあ、ありがたいことにその全くもって話がなかったわけではなかったんですけど、ただ自分の中の引いていたラインよりはいろんな意味で単純にお金であったりとか、それ以外の環境状況とかそういったものを踏まえて自分の引いてたラインより下回るものしかなかったので、それであれば、次のステージにチャレンジしようかなっていうんで、引退は決断しましたけどね、僕は。なるほどね。まあ、そのプロだななんてコメントがちょうど来ましたけども、やっぱりその自分としてはやっぱプロとしての意識もあったので、そのプロとしての線引きをしたっていうところもあるってことですよね。そうです、それが一番大きかったですね。なるほどね。まあ、そしてまあ3年前に引退を決意されて、まあ、指導者であったりとか、はい、今は解説の仕事もされてますけども、まあ、その代理のキャリアじゃないですけども、はい、セカンドキャリアをまあ歩み始めてるということですね。はい、うん、まあ、ただそうですね、僕もやっぱり、J リーグ創設から J リーグを携わって、まあ、見てるものとしてやっぱりベテランの選手とか名前よく昔から知ってる選手が、ね、グローブ外したりスパイクを脱ぐ決意をするっていうニュースがたくさん入ってくると、やっぱなんか自分のことのようにやっぱ寂しかったりしますよね。本当になんかインターネットのニュースが多くなったせいなのか分かんないですけどなんか今年はとりわけ引退の方が多いなって印象があって、はいはいはい、なんか本当に今年は本当に寂しい思いがすごいたくさんしますね。高木吉成選手、そうですね、あ、そうだよね、高木選手もそうだよね。この前もね、チームメイトの写真とかツイッターとかインスタに上がってましたけども、他にもニュースあるんでね、他にニュースというかちっちゃいニュース読み切りじゃない、はい、ラリベー選手は契約更新、あ、ラリベー選手契約更新ね、うん、まあ、千葉でね、プレーオフで1点先制ゴール取ったんですけどもっていう感じでしたけども、まあ、ラリベー選手今季の活躍を考えれば契約延長っていうのは自然かなって気がしますし、満了になったらね J2、J1 の手を挙げるチームもあったんじゃないかなっていう中で、千葉は早めに契約を決められたっていうのは大きいんじゃないかなって気がしますよね。あと、はい、新潟新監督、ね、新監督、鈴木監督だったっけ、内定が発表されましたね。まあ、そうですね、残念ながら昇格が決まらなかったチームだったりとか、事実に降格してしまったチームっていうのが、まあ、来季に向けて準備がもう早くも動いてるっていうような印象ですね。当然、まあ、佐野選手もいれば新しい地を求める選手もいるということですね。はい、ということで、今日水曜日ですけども、水曜日チャンピオンズリーグとかはないんですけども、夜に J リーグ1試合延期になっていた、川崎対浦和対川崎っていう試合ですね。この結果次第では J1 の優勝チームが決まる可能性もあるということで、川崎頑張れよなんて褒めてきてますけども、まああれですよね、カレンダー的に、ね、川崎が詰まり続けてしまって詰まってしまうよ ね、J リーグのファンとしてもうんってなっちゃいます、鹿島選手はね、それそれで嬉しいかもしれないけどでも勝って決めたいとかピッチでそれを知りたいっていうのはあるでしょうし、ね、ありますよね、はい、浦和が勝ちそうなんてコメントも来てますけども、まあ、浦和もね ACL で戦ってね、かなりフィジカル的にもね、メンタル的にもかなり力出したんで、ちょっとメンバーの入れ替えがありそうだった話なんですけども、ACL の決勝とかってご覧になりましたか？テレビハイライトですね、まだしっかり全部は見れてないですけど、やっぱりあの舞台っていうのはすごいですね。すごいですね、あれだけのパワーをこう選手に与え、まあ、選手もそれまで過酷な状況なく勝ち上がってきたっていうところも当然そうなんですけども、最後のね、ここのチャンピオンに、するんだ、させるんだっていうその周りのこう空気感っていうのはやっぱすごかったですよね。そうですね、1ヶ月前ぐらいですかね、水内さんがいらっしゃって、もう一回埼玉スタジアムを満員にしたいんだっていうお話をいただいて、その視聴者の方からいろんな意見を求めるっていうような番組をやったんですけども、まあと、まあ、決勝だから見に行ったって方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、5万人のサポーターの方たちがあのスタジアムの雰囲気を作って、本当に世界にも自慢できるようなこれを作って選手を鼓舞したっていうのは本当に印象的な決勝だったなっていう印象で、思いがありますね。ということで、まあ、今夜その浦和は、川崎と対戦するということで、どんな試合を見せてくれるのかということで、まあ、ヨーロッパの試合もコッパイタリアがあったりとか、プレミアリーグがあったりとか、昨日ショーノさんのレアルマドリードは、不甲斐ない試合でしたけども、まあ、ベイルが復帰して、アシストしたなんていう試合もあったりとか、今夜あとリーグワンがあって、メスとマルセイユの対戦なんですよね。川島選手と酒井選手が
出れば日本人対決になるんじゃないかっていうのがリーグ戦が行われますということで、本当に、プレイヤーもそうですけれども、ファンとしても、一サッカーファンとしても眠れない日が続くんじゃないかなと、12月本当に忙しいんじゃないかなって気がしますね、うん、ということで、ニュースは以上ということで一旦 CM でございます。はい、ここから特集に入るんですけども、ニコニコ生放送の方で広告をくださっている方がいらっしゃいますので、ご紹介させていただきます。精霊さん、いつもありがとうございます。おすすめの生放送です、見に来てね。ありがとうございます、そしてジュンさん、3件入れていただいております。まず1つ目のコメント、24時間放送ないの、すいません小野さんの犬にしてくださいっていうのとですね、火曜日にも女性アシスタントお願いしますっていう風なコメントが届いております。ありがとうございます、柏市民の浦和サポさん、いつもありがとうございます。ショーノのミニ写真集まだいっぱい残ってるからみんな買いに行こうっていうことで、尋常じゃないぐらいやばい渋谷あのスクランブル交差点のあそこのね角の本屋さんに撮りますので、わざと買ってぐらい私だけ積まれてたお願いします。いやいや、増刷増刷ですけどね、ぜひお願いいたしますということで、改めて、ご紹介させていただきます。本日のゲストですね、ベルディ川崎やベルガラド仙台ガイナーレで、ゴールキーパーとして活躍されました小針清光さんです。僕も現役時代見てたんで、はい、もうどうしても小針選手って言ってしまいそうになる感じなんですけども、改めてプロフィールの方をご紹介させていただければと思っております。1997年6月12日生まれの40歳、東京都板橋区出身の、182センチゴールキーパー、ドレッドヘアがトレードマーク、96年にベルディ川崎、現東京ベルディに加入、2001年にヴィッセル神戸、さらに2002年にはベガルタ仙台に移籍、仙台ではキャリア最長の6シーズンを過ごしました。2008年からは栃木 SC、 2010年からは鳥取、それぞれ正ゴールキーパーとして JFL、J2 昇格に貢献、2014シーズン限りで現役を退きました。通算出場記録は J1 で37試合、まあ、0得点、J2 で156試合、J3 で21試合に出場されましたということで、間違いなさそうですか、このプロフィールに。おそらく大丈夫です大丈夫そうですね、まあ、一番上にありますけども、まあ、やっぱり僕もまず聞かなきゃいけないなと思ったんですけども、まあ、ドレッドヘアのお話です、はいよね。もう僕がプロ選手として拝見されたって自分に敬語使っちゃったんだけど見た時はもうすでにドレッドヘアだったって印象なんですけども、ああそうですね、もう長らくプロ1年目からです。1年目からはいドレッドにしたりしてたので、うん、まあ途中辞めたシーズンもあったんですけど、そうなんですか、頭皮のケアをね気にしなきゃいけないなと思って何年にか一度ちょっとこうドレッド落としたりとかしてたんですけど、はいはいはい、基本的にはずっともうドレッドで来てますね。なんかきっかけとか憧れとか何かあったんですか。その時々言ってることを変えたりしてるんですけどサッカー色濃い時はいやフリットが好きでとかって言った時もあったんですけど、実際は本当はなんですかね、趣味っていうか好きだった音楽だったりとか、うそういったものから学生の頃、うん、中学生の頃からいずれしたいなと思っていた髪型だったので、うんうん、はい、一度ユースの頃に、うん、まあ、まだ高校生だったんですけども一旦ドレッドにして、高校生の頃ですか、はい、ドレッドいいんですか。ダメですよダメなんですけれどもまあしたいがあまりにもしたい気持ちが強くなってしまい、高校生の頃はもうそういう気持ちの方が上回りますよね、はい、まあ、夏休みだったんですけどね、夏休みだけ期間限定でちょっとやりたいなと思って行ったら、うん、まあクラブの読売クラブの当時の監督に、うん、まあ、いくらなんでもそれは自分でプロになって金稼いでからやれって言われて、あ、そっかと思って、それでもう納得して分かりましたってすぐ落として、でその代わりプロになった瞬間にもうやるぞと、プロになったんだからとコーチの言葉守ったぞと、はい、
なるほど、コメントでもやっぱ来てたんですけども、フリューゲルスの森選手なんかがやっぱ J リーグ その当初はドレッドで注目を浴びてたと思うんですけども、うん、はい、森選手とかの印象とかってありましたか当時。あ、当然、森さんの方が J リーグで早く活躍されてたんで、うん、はい、もちろん知ってましたし、うん、辞めてから、選手辞めてからも、うん、洋服のグランドをやられたりとかしてる時に、はいはいはい、そこに、遊びに行かせてもらったりとかして、はい、話とかさせてもらったりしてましたね。実際その、まあ、音楽とかの影響も受けたところなんですけども、今でもやはり音楽が好きだったんです。そうです、昔ほどこうものすごく掘り下げて聞いたりとかしないですけれども、うん、やっぱ身近には音楽はあるようにしてますね、うん、なるほどね。ということで、まあ、ドレッドヘアのいつも聞きましたけど、いつもあれですか、いつもやってもらうお店はここみたいなのがやっぱあるんですか。そうですね、もう長らく、うん、そ20年近く、はい、その、はい、通い続けて、まあそんなね毎月だったりとか、はい、何週間に一遍ケアするわけではないので、うん、もう本当に、1年に1回2回とかっていう感じで、そんな感じなんですか、ね、はい、何ヶ月に1回ぐらい手入れ必要ですかって聞きますけど、1年1回ぐらいで大丈夫みたいですよ。あ、そうなんですね、はい、結構大変なのかなと思ってたんですけども、じゃあもう栃木にいた時も鳥取にいた時も神戸にいた時もそうちゃんに行かれてたって感じなんですね。の時これってなんか取るってなるともうバリカンですよね。いや、今ね全部ほどいて綺麗に直せるんですけど、はい、まあ、ただ時間かかりますけどね、なんかすごくもう固まっちゃってるんで。ドレッドにすると5人がかりでこうやってもう何人もこう、そうですよね、なんかこういう感じですよね、一つの頭にこうここにわちゃわちゃって大人の方がいてくれて すごいですよ、なんか引っ張り上げて編み込んでくれるので申し訳ないですけどね、僕一人の頭にそんなにかけてしまってみたいな。いやいや、もうね、サッカー選手のキャリアを聞くのにね5分ぐらいの髪の毛の話をしてしまったんですけどはい、ということで、まあ、ヴェルディ川崎の時に96年デビューしてるんですけども、もともとは読売クラブジュニアユースからですか。ジュニアユースからです、はい、ということは13歳とか12歳ぐらいに入られたんですね。そうですね、中学1年生になるタイミングで、うん、通い始めました。結構その小学生年代でスクールから通ってそのままっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その中学から行くきっかけみたいなのって何かあったんですか。僕小学生の時はその地元の町クラブでサッカーしてたんですけれども、うん、はい、まあ、たまたまなんかこう、まあ、強くてっていうか大会で勝ち上がっていくと、うん、そのまあ、決勝あたり準決勝で、うん、読売クラブのジュニアと、うん、昔はユース S って言ってたんですけども、うん、はいはい、ジュニアのチームと対戦することが何度もあったんですね、うん、その時になんか自分たちやってるより強いし面白そうだし、なんかこういいキャラたくさんいるなと思っていいキャラここでやりたいななんていう気持ちと、あとは単純に日本のあの何でしたっけ、日本サッカー J リーグの前っていうのは何でしたっけ、JSL、うん、あれとか見に行ってたのが国立とかで読売対日産とか、うん、そういった試合見に行ってて、子供だとやっぱこうなんかわちゃわちゃしてる方が楽しいじゃないですか、はいはいはい、でどっちを応援するってなった時に、うん、読売クラブの方が少人数ですけども、うん、サンバ隊がいてこうわちゃわちゃやってたんで、そっちでわーって行ってサンバ、こう、はい、サンバ隊がいて太鼓叩いて、太鼓叩いて、いわゆる今だとサポーターとかって方いらっしゃいますけど、まだまだプロになる前って少なくていろんな方法で盛り上げてたって感じなんですよね。太鼓とか叩いてよかったんですか。そうそうそう、太鼓バンバン叩いて、あのサンバのお姉ちゃんはいないですよ。あ、お姉ちゃんいないんですね。サンバのリズムで応援してたって感じですね。サンバ隊って僕ら言ってて、あ、それでまあ、そんでそっちで応援してて、はい、あ、楽しいねって言ってたら、はい、その僕らがいいなと思ってたチームと直結して、うん、あ、だったらここ入りたいっていうのでテスト、うん、まあテストがあったんですけれども、テストを受けて、うん、はい、入ることになりました。まあ、テストって言っても何ですか、高っ狭き門なんじゃないんですか。全員が来るわけじゃないですよね、うん、そうですね、まあ一応200人近く僕が受けたテストでは全国から来ていて、で10人もいなかったのかな、受かったのは。もう好きなめの反応しかできないですけどもともとゴールキーパーをやってらっしゃったんですか、小学校の頃は。小学校の時は、うん、先ほども言いましたけど、うん、その町クラブだったので、はい、教えてくれる指導者も今ほどちゃんとこうライセンス持ってたりとか、うん、サッカーをものすごいちゃんとやってた人っていうよりは、うん、同級生のお父さんがやってたりとか、うん、そういったことが多かったので、うん、どっちかっていうともうノリで、うん、今日の試合
フォワードやりたいやつみたいなじゃあかぶったらはいじゃんけんしてみたいな感じで、やってたんですけれども、うん、ただ大事な試合だったりとか、うん、大きな大会になった時には、うん、まあ、その監督が見た中での適性を判断してキーパーを任されることが多かったので、うん、なのでまあ入るにはもうキーパーで受けた方が入りやすいのかなと、うん、でも入ってしまえばその時のノリでまた、うん、違うポジションを好き勝手やれんのかなとまずは入ってしまえっていうところではいはい、はい、チャレンジして、受けたんですけれども、はい、まあただ入ってしまったらそのまんまキーパーあれみたいなそうですよ、ね、本当はちょっと違うとこやりたいんだけどみたいなあったんですけど36、7歳までゴールキーパーだったそうですよね。いやでもそれはでもまたすごい話ですよね。その小学校まではゴールキーパー専門と、まあ、いろんなポジションやる中での専門ではない中で読売クラブ、まあ、名門ですよ今でもそうですけども名門のし、ね、テストを受けてその10人しか受からなかった中の一人としてゴールキーパーに入ってるわけですからね、はい、ゴールキーパー当時は何人受かったかと思ってますか。何人だでも11人取るとしてもね、で10人しか、まあ、既存の、うん、ジュニアの選手がでそこから上がってくるのでなのでもう本当少なかったですけどね。そんな中でまあ本当ずっとその後ベルディのユースに上がっていって、まあ、ベルディ川崎で今でその名前変わりましたけど、はい、ベルディ川崎まで行ってトップに上がるっていうのは、まあ、ずっとその読売、まあ、クラブでやってってベルディ川崎に上がるのって、まあ、全員ができるわけじゃないじゃないですか本当に。そうですね、はい、大変なことも多かったんじゃないですか上がるまでですか、はい、上がるまあそうですねその、うん、どうしても学校の、うん部活ではなかったので学校終わってそこで校庭で練習やるとかっていう環境ではなかったので、うん、学校終わればすぐ読売ランドのクラブハウスに電車 で、ね乗り継いで行って、まあ、駅から近いわけじゃないですしね。そうなんですね、また山のもう本当暗い中登ってかなきゃいけないし、はいはいはい、まあ、帰りもねそこからまた帰んなきゃいけないんで、うん、僕はちょっと遠かったの2時間ぐらいかかったのかな、うん、なのでもうほんとランドから家に着く頃には終電間際とかで帰ってたんで本当だから中1の頃から家には寝に帰ってるようなぐらいで朝を、はい、叩き起こされ学校行かされ、うん、それまあまあ学生が本物ですよね、はいはい、遊べないなんて言ってましたね。遊べないですね。まあそうですね、はい、遊べない、まあでもそれだけサッカー楽しかったし、うん、あそこでやる意味合いっていうのはすごく感じてたので、うん、まあ遊ぶよりも、うん、やりがいとか面白みはそこに見出せてたので全くそれが苦になることはなかったですけどね、うん、まあ、チームメイトとの行き帰りとかも、まあ、それも遊びの延長だったりもしますよね。またね、はい、こうサッカー以外のところでのそういう、うん、まあ友達との絶え間ない会話だったりとか、うんうん、しょうもないこと言って遊ぶ、うん、まあ、遊ぶっていうか話するっていうのはそれまたそれで楽しかったですけどね、うん、当時のチームメイトは誰がいましたかなんて聞いてますけども、同年代っていうか同い年だとプロになった選手だと、はい、一緒に上がったのが長田っていう選手が、はい、同時にベルディのトップに上がって、はい、でベルディに同時に上がれなかったんですけれども、はい、大学経由で、うんプロになったのが佐伯直也っていう選手が、はい、ジュビロをスタートしたのが、ジュビロでスタートして、はい、その3人が結果的にプロになりましたね。なるほどね。もうどうですかご自身でご覧になってみてベルディの時の写真なんですけども、はい、ドレッドですね。ドレッドですねもうあれですね、ドレッドプロになったが解禁された頃ですねそうですね、はい、はい、まあやっぱりそのジュニアユースユースとプロに上がっていく中でやっぱりその志半ばで、まあ、その選手を辞めようかなっていうような方たちもいらっしゃ、はい、たくさんいらっしゃったと思うんですね。もう本当にプロになれるのってほんの一握りじゃないですか、はい、やっぱそんな中でやっぱりプロを絶対諦めないとか目指そうと思ったきっかけみたい、強い意志みたいな何かあったんですか。どうですかね、うん、なんかまあヴェルディ読売クラブに入った時点で自分は、うんあそこのプロの、カテゴリーに行くんだっていうものは、うん、強く持ってたし、うん、慣れるもんだっていうふうにも思ってたので、だからなのでなんかこうおそらくこう苦痛っていうかこう挫折的なことがあってもなんかそれをそこまでそんなに変に重く受け止めず、うん、
でもその先にプロになるんだしなとか、なれるんだしなっていうところで割とポジティブに考えていたので、なんか羨ましいですよね。なんかすごいですね脳天気なんです。いや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 、まあ、それで実際プロになってしまうっていうのは本当すごい話だと思いますし、あの僕必ずですね、あの僕前のネガティブ思考の人間なんで、毎回プロの選手がいらっしゃった時に聞くんですけども、はい、これまでにやめようと思ったことってありますか、サッカー。サッカー時代ですか、はい、サッカー本気でやめようは、はい、おそらくないじゃないですかね。中高時代とか他のことやりたいからやめたいなとかって思うことってあるじゃないですか。あ、ありましたよ、それは好きなことね、はい、サッカー好きで遊びの時間もミュージシャンになりたいみたいなとか、そうですね、うん、はい、なんでその自分の興味あることはあのたくさんその都度あったんですけど、うんうん、あのまあやめてからやればいいかなっていうところで、それはあのこう振り落としてきたんで、今それを回収してるところですね。サッカー選手をやめてしまったんで、これまでにこう学生時代できなかった、そう拾おうとしてきたものを今度ちょっと拾い上げて、もう一回ちょっとやろうかな、チャレンジしたいな。なるほどね、はい、そういうのも、まあ、セカンドキャリアとしても大事ですよね。そうですね、はい、はい、続いて、他の写真も見ていきましょうか。こちらはベガルタ、まあ先ほども紹介もありましたけども、キャリア最長の6シーズンいた時の写真ですね。ちょっとドレッド短めの時ですかね。そうですね、これちょっと短くて今ショーンさん食いついてくれたんですけど、はい、あの胸のカタカナ、うん、新鮮ですよ ね、めっちゃ新鮮ですね、はい、あれカニトップって書いてある、懐かしいです、ね、なんだそれって思うじゃないですか。カニトップ僕も行くまで全く知らなかったんですけど、はい、あのサプリメントの会社なのかな、健康食品の会社かなんか、ただインパクトはありますよね、カニトップだから結構このユニフォームこうクレヨじゃないですけど、それ何なのとか、うん、そうですよね、外人とかも結構気に入ってましたね。カニトップ、はい、長らくカニトップだった時もそうですよね、もうカニトップ長かった印象ありますよね。ベガルタ時代に何か印象的な思い出とかってありますか、まあ、6年間いて、まあ、当然、はい、まあ、その僕が行ったタイミングが J1 元年だったので、はい、その仙台とか宮城で そのベガルタの熱っていうのはものすごい高くて、はい、あのイヤースター、まあ昔はセンスターだったんですけれども、はい、あのこんだけこうパワーをくれるスタジアムがあるんだとか、うん、いや実際にピッチ立ってて、まあ本当こう負ける気がしない、仮に後半ほど終盤になってもロスタイムになってもリードされてたとしても、あの全くこう負ける気をしないく感じさせてくれるスタジアムだったんで、すごく衝撃的でした ね。ベガルタのファンの方もいらっしゃるのかもしれないですけども、当時暑かったよねみたいなコメント来てますけども、やっぱそれぐらい暑かったんですね、うん、やっぱり、まあ、まあ昇格したばかりというかいうのもありましたもんね。そうですね、はい、昇格するまでにちょっとこう少し、時間かかってしまって、うん、やっと昇格できたっていうチームだったので、うん、よりその2002年のその最初のシーズンというのは暑かったですし、うん、まあ、ただでもその翌年か、うん、03年で降格してしまうんですけれども、はい、その後でもやっぱりこう応援してくれる、うん、たくさんのサポーターというのは根付いてたので、うん、それはすごく心強かったですよね。そうか、2002、2003ってもうワールドカップもあってサッカー熱も日本全体高まってましたからね、はい、先ほどの写真に戻しても大丈夫ですよ。最近の写真ですかね、比較的引退されてからの写真。あ、これですかね。今はその解説業とかで行かれたスタジアムの先とかですか。これはそうですね、もう本当最近ですね。なるほど、ユアスタで、はい、久しぶりに、はい、ユアスタ行って試合も見てっていう感じで。これはもう宮城テレビの解説かなんかで行かれた時とかですかそうです、宮城テレビの、はい、まあこの試合だっではなかったんですけど、この翌日にあった別の、はい、カテゴリーの試合で、うん、解説で行ったんですけれども、まあ、あのタイミングよくベガルタの試合も見れたので、うん、見に行って、うん、思わずねこうちょっと写真を懐かしい場所ですもんねいや本当に最近ですよね、きっと。そうです、いつだ、先週先週ですね、はい、先週最近先週、はい、行ってきました。なるほど、今解説業とかもされてるようなんですけど、いかがですか、ピッチ外から見るそのサッカーとか解説業っていうのは。まあ本当、選手、
やってる時にはね、その試合見て、まあ、解説の方の言ってることとか聞いて、いろいろこう自分が勉強させてもらってたんですけど、逆に今度自分が話すっていう立場になると、まあ、よくああやってこう瞬間的に分析というか頭の中でこう描いたものを口に出して言葉にできるなっていうのはすごく自分がやってみて難しさを痛感させられますよね。なるほどね。続いての写真いきましょうか。こちらが、あ、これはあれですね、鳥取ですかね。これ栃木ですね。栃木ですか。はい、昇格してもう本当最後にいらっしゃいますね。そうですね、 JFL からの昇格ですか。そうです、それは JFL から、はい、J2 に昇格で。翔さん見つけられました。小針さん見つけました。小針さんドレッド隠してますか。隠してますね。後列ですよね。え、後列ですよね。あ、後列、後列、一番後ろの、はいはい、小針さんを探せみたいなコーナーですあの、え、あの、右からに、え、あのトラップで岡野さんがいるみたいな感じですよね、きっと。見つけたってコメント来てますね。後ろの最後尾、最後尾の右から2人目でよろしいですよね。そうです、そうです、はい、こちらにいらっしゃいました。栃木はいかがでしたか。まあ、JFL っていう感じだったんですけども、まあ、カテゴリーを下げるっていう決断もあったと思うんですけども、はいはい、まあ、本当、はい、未知だったので、はい、まあ、その J っていうカテゴリーとそれ以外っていうところに対してあまりこう自分自身もアンテナを張ってなかったので情報もなく、まあ、ただそのベガルタ仙台離れるタイミングで、まあ、確かに J っていうカテゴリーにこだわる反面、ものすごく必要としてくれるっていう熱を、まあ、橋田さん含め、あの栃木 SC のチームからもすごく感じたので、そういった意味ではまあ、カテゴリーは違えどやりがいだったりとか、うん、ここでやったことが次にまた、自分の中に財産になるんじゃないのかなと思って、うん、まあ、移籍する決断をしたんですけれども、うん、移籍1年目で昇格を決めたんでしたっけ。そうです、うん、はい、で昇格は当時は J3 がなかったんで J2 に昇格、 J2 に昇格でした、はい、まあ、そういった意味では、まあ、JFL の移籍も決してその遠回りではなかったというか、うん、まあ、本当選手、うん、当然こう例えば J1 であったり海外では代表でずっと居続けてそのまま引退するっていうのはものすごく、はい、価値あることだし、それがやれば本当に幸せなことだと思うんですけれども、うん、僕自身はもういろんなカテゴリー J1 から J2、J3、そして JFL まで、カテゴリーを見れたのはあのすごくいい経験になってるなって思いますね。なるほどね。もう本当にいろんなカテゴリー見れたことによって、それこそ引退されてからも今南葛 SC のゴールキープコーチもやられてますけども、はい、まあ本当にプロをスタートさせた頃と、まあ、20年以上経って、はい、日本のサッカー環境も随分変わりましたもんね。そうですね、はい、これだけチーム数増えたりとか、うん、そのが広がるとはその当時思ってなかったです。それこそ J1 しかなかったタイミングだったので、うん、どん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 チームが増えてきて、うん、日本全国にそのサッカー熱であったりとかする環境土台が増えたというのはすごくいいことでもあるなと思いますね、財産ですねなんてコメント来てますけども、まさにその通りですよね。他の写真も見てみましょうか。こちらが鳥取ですね。そうですね、はい、鳥取。あ、なんか最近の気がしちゃいますね。最近っぽいですか。お子さんが、あ、そうです、そうです、お子さんで一緒に写られてるのはもう小針さんのお子さんでよろしいですか。そうです、はい。それ以外だったらどうしよう。違うことあるエスコックピッツとかでもよかった。これなんかの節目の試合とかだったりする。これはその本当最後、2014年シーズン最後の、ホームゲーム、最終ホームゲームの試合でしたね。もうこの時はもう引退決意されてたとかっていうことだったんですか。いや全く、ただなんとなくですけどね、なんとなくもしかしたらこれ最後になるのかなっていうのもあったので、まあ普段そんなにこう一緒に入ることはないんですけれども、うん、ちょっとそんな予感もあったので一緒に入りましたね、うん、この試合は。なるほど、でもなんか一緒に入るとなんかファンの人とか察しますよね、なんかちょっと。あれ、なんかなりません？もともとサポーター、まあ、今もサポーターですけど、やっぱそういうの感じですか？なんか、なんでこのタイミングみたいな。子供も一緒にいるみたいな。記念になってるみたいな。100試合とかのタイミング、そうそうそう、タイミングじゃないのにみたいな。なんかなりますよね。あ、戸川さんもいるって。戸川さんも後列ですか？そうです、後列真ん中ですね。戸川さんも出ていただきましたね。フェルナンジーニョでよろしいですか。そうです、フェルナンジーニョ、はい、10番フェルですね。お子さんは、お二人でよろしいですか。二
人です、はい、先ほど控室で伺ったんですけども、はい、双子でらっしゃるんですよね、お子さんが。そうです、男女の双子です。男女の双子、はい、今おいくつになられたんですか。今9歳です、小学校3年生で、はい、いろいろね変わる頃って言ったら変ですけども、ね、なんかちょっと成長してきて、なんか言葉とかも、ね、こっちが言ってることも理解したりする年代ですよね。面白いですね。まあ、男女の差がよりこう出てきて、はい、うん、まあ、でもやっぱ双子の男の子と女の子っていいですね。お父さんの味方もいるし、お母さんの味方もいるしみたいなね。そうですね、うん、まあ、よく言えばどっちも味方にしてやろうかなドレッドにするのかなどうでしょうね。いやでもあれじゃないですか、授業参観みたいに言ったらもうすごい目立つじゃないですか。まあ目立ってはいますね、きっとおそらく。小丸くんのお父さん来たよ結構僕学校行くので、うん、そういったことは積極的に言ってるので、はい、彼らの友達も僕もなんかこう友達とはいかないですけど、うん、気軽に声かけてくれたりとか話したりとかしてますね。いい環境ですね。はい、ということで先週での写真は以上かな。はい、はい、ということで、まあ、ここからは、まあ、小原さんのゴールキーパー論みたいなのを伺っていきたいんですけども、まずはそのいいゴールキーパーの条件みたいなのを伺っていきたいんですけども、ここ、まあ、解説業もやられていて、はい、ゴールキーパーを見られたりとか、まあ、それこそ20年以上ゴールキーパーやられていて、まあ、僕なんかも、まあ、サッカー見る側としてはもう20年以上見てるんですけども、ゴールキーパーの良し悪しってどこを見たらいいのかなっていうのを、うん、まあ、視聴者の方も含めてお聞きしたいんですけど、はい、どの点いつも見られてますか。いいゴールキーパーの条件というか、そう、まあ、当然そのキーパーとしての、うん、必要となってくるものっていうのはものすごいたくさんあって、うん、はい、すごく、求められるものがすごく高い、うん、増えてきてますよね。そうなんですよね。なんでこう、まあ、ただ単純にキーパーっていうもう原点、うん、キーパーって何のポジションってやっぱゴールを守るポジションだと思うので、はい、いろんなものは今要求されてますけど、うん、まずはそのゴールを守るっていうとこからスタートして、じゃあ守るためのポジショニングと、そのプレーに関与、ボールに関与するプレーに関与する時のその決断力、それをこう躊躇なく、やれるキーパーは僕は好きですね。なるほどね。ということで、まあ、事前のアンケートで小針さんが注目する、3人のゴールキーパーを挙げていただいたんで、そちらを見てみましょうか。中村浩二、ね、今日の日本代表の発表で呼ばれるのか、それでブフォン、ドンナルーマということで、うん、3人の名前挙げていただきましたけども、どの選手からいきましょうか。左からいきましょうかね。中村浩介選手に注目しているということなんですけども、はい、どの点に注目しているとか、いうのはありますか。個人的に、まあ、単純に日本人の今の、はい、たくさんいるゴールキーパーの中では、うん、まあ、当然今のパフォーマンスもすごい高いものを、うん、毎試合出してると思いますし、あとはそこからさらに伸びしろっていうか、うん、成長するそのなんていうんですかね、こう余るというか、まだまだどんどんこう成長していって先がまだ見えない可能性をすごく感じるので、すごく期待はしてますね。まだまだその今すでに日本代表にも招集されてますけども、さらにその正ゴールキーパー取れるような、うん、伸びしろがまだまだ残されてるように感じるところですね、うん、まあ、コメントでも来てましたけども、まあ、前回の鹿島戦もすごかったよねなんてコメント来てましたけども、うん、本当に、まあ、それには良し悪しあると思うんですけども、ビッグセーブが本当に多いタイプのゴールキーパーかなって気がしますよね、うん、はい、そして真ん中、まあ、ブッフォン、実際に対戦されたこともあるということなんですけども、うん、ブッフォン、まあ、改めて聞く必要ないかもしれないんですけどもブッフォンの凄さってどこにありますか。いやー、僕はもう見てきた中で、うん、もう群を抜いて、うん、彼がナンバーワンだ。当然その、なんですかね、いろいろな選手、うん、それこそ、まあ、その時代時代で彼と比較されたりとか、はい、彼よりいいって言われるような選手出てきてますけど、うん、でもトータルでこの10年20年って見た時に、うん、高水準でずっとプレーしてるんで、うん、まあ、ちょっとこうどれがどこだけいいとかっていうよりはもうトータルで、そうですよね、うん、キャプテンシーもそうですし、はい、プレーだけじゃないですからね、はい、存在感っていう意味ですごく影響力は抜群にあるよなっていう、うん、本当ですよね。今影響力とかその存在感ってありましたけども、うん、ブッフォンと1対1になってもなんかゴールどこ蹴っても止められるんじゃないかみたいなやつ感ありますよね。セリエ推しかなんて来てますけども、セリエも結構見てる
時が多かったっていうのもありますよね、うん、はい、あどんなルーマがローマになってるってね、確かにですね、どんなルーマ、まあ、ミラン本当に16歳でデビューしたっていう、うん、本当にブッフォンの後継者、ブッフォンも17歳とかでデビューしてましたけども、うん、はい、まあ、僕もやっぱ印象的なのがやっぱりブッフォンなんかはワールドカップ98年のワールドカップのプレーオフのロシア戦でパリューカが怪我して、まあ、デビューして、うん、その時にビッグセーブをして、まあ、ポジションを奪っていったって歴史ありますけども、はい、まあ、どんなルンマも、まあ、チャンスを得て、まあ、16歳から正ゴールキーパー、まあ、ミランの正ゴールキーパーですよ、すごいですね、実際この16歳、まあ、17歳になりましたけども、うん、どんなルンマの良さとかさらにここからここもっと伸びんじゃないかみたいなところってありますか、うん、そうですね、まあ、何がすごいって、うん、まあ、そういうねいわゆるビッグクラブで、16歳でデビュー、してそこからポジションを掴んで、出続けるでそれをなんかこう、うん、あたかも当たり前のようにそのゴールマウスの、前に立ってられるメンタリティだったりとか、うん、っていうのはまずすごいなっていうふうに、うん、もし僕だったらって考えた時にもうドギマギしてこんだけのビッグクラブで大観衆とかでプレーするってなった時点で上がっちゃうんじゃないのかなとは思いますけど、そういうのを全く感じさせずに、プレーし続けるっていうのはやっぱすごいですよね。そうですよね、まあ、コメントも来てますけども高校生って考えるとすごいことですよね。すごいですよね。あのひげ許されない。まあね、我々から日本人からするとね、高校生でこんな大人っぽい顔がいるのかみたいなところもありますけどね。がもう16歳17歳になって成功力は、やっぱりあとは思うのは体格にも恵まれてますよね。そうですね、それはもうね、どんだけ努力してもあの身長とかっていうのはね、自分で望んでも、作れるわけじゃないのでそこの、ハンデはでかいですよね、まあ、190センチぐらいあってあの俊敏性っていうのはね、本当にもドルトムントの後あドルトムントのブッフォンの後継者っていうのはもう間違いない年代ですよね。もう他にもやっぱ注目選手はいるんですけども、あえてこの3選手を挙げていただいた感じですね。そうですね、まあ、ノイヤーはみたいなコメントとかありましたし、まあ、デヘアはとかカシージャスっていうの当然上がってきますけども、この3選手をあえて挙げていただいたという感じですね、はい、ということで、まあ、お時間も迫ってきてるんですけども、小針さんの近況みたいなのも伺っていきたいんですけども、はい、解説業をやってらっしゃるっていうのは先ほどもお話を伺いましたけども、はい、他にその指導者としての一応も聞きたいんですけども、はい、今どんなチーム指導する現場としては、はい、今あの大学の方の、はい、帝京大学のサッカー部で、はいはいはい、キーパーコーチをやらせてもらってるのと、うん、あとは社会人チームで、南葛 SC という、うん、はい、葛飾の方で活動している、チームでのキーパーコーチもやらせてもらってます、うん、どうですかその指導者として の, その活動とかっていうのはどうですか、うん、教えるこれまでやっぱ教えられてた こ,、はい、来たことを教える、はい、それとも独自のこれまで習得してきたっていうかキャリアの中で学んだことを教えていく伝えていくっていう感じなんですか。まあ、両方いいとこ取りですね。当然こうやってきた中で、うん、こういい指導者、うんっていうのもたくさんいましたし、うん、そういった人たちから、与えられたものをそのまま今度伝えるってこともそうですし、そこからさらにアレンジしてもっと良くなるんじゃないのかなっていうところも、自分なりに考えついたものに関してはあの伝えていってるつもりですね、うん、今ってその日本 の, その B 級とか A 級とかってライセンスあると思うんですけど、はい、ライセンスも取りに行かれてるんですか。 B 級は 今,、はい、あの今というか取得して無事に、ね、はい、やっぱりそのいずれは J リーグのクラブの監督にとかゴールキーパーコーチにみたいな思いはあるんですかね。今正直現状はそこまでその、はい、自分の中の熱は高まってはいないのが正直、まあ、うん、でも指導する現場ってやっぱ楽しいですし、うん、そういうピッチに立つっていうのはあのどんな、うん、ポジションであれやっぱ自分がずっといた場所なので、うん、いずれそこに戻りたい本気で戻りたいって思う時は来るのではないかなとは思ってます、ね、まあ、そうですよね、うん、外から眺めてるだけだとね解説者としてまた雰囲気が違いますし、うん、やっぱりあの勝った負けたとかの喜びとか悔しさっていうのはね、うん、やっぱりピッチじゃないと味わえないものですからね、うん、はい、ということでちょっとお待たせいたしました。せっかくなのでね皆様からなんか皆様からの質問をですね、受け付けたいと思うんですけども、質問がある方 YouTube ニコニコ生放送ペリスコープの方でいただけたら、答えられる範囲で答えていきたいな、答えていただきたいなというふうに思ってるんですけど俺が答えてもね仕方ないんでね、質問が集まる前に翔野さん何か質問がありましたらぜひ。そう、なんかゴールキーパーの、うん、なんか私も結局サッカー
見、まあ、やらなくて見る側なんで、うんうん、その見てる結構ピッチ上でね、なんかそのフォワードとかそれに見ているだとか選手はなんか、うん、あ今の動きがダメだったなとかそういうのはなんもうなんとなくちょっと分かるんですけど、うん、ゴールキーパーの選手の私ダメな動きとかが全く分かんないんですよ。あそのなんかゴールキーパーの選手が例えば点入っちゃったとするじゃないですか。でもそれはディフェンスがなんかねそこねダメだったのかなとか思うし優しいですねキーパーのなんかその俊敏さとかが、はい、だから背が高い方がやっぱ、うん、有利なのかなとかも思うけど、でも背が小さい方が動きが速そうだなって思うし、なんかそのゴールキーパーの良さなんか何ダメなとこ分かんなくてダメなとこ気にしなくていいです。えなんか何がいいんですか。そのもうどこが一番得なんですか。俊敏さですか。あキーパーでやるにあたってそうですね、まあ、体のコーディネーション俊敏性は絶対必要ですよね。特に日本人であればやっぱそのさっきのドナルマじゃないですけど、うん、197センチであれだけの動きを日本人が今求められたとしたら、うん、おそらくそういう人材ってなかなか出てこないと思うんですよ ね, それだったらまあ日本人特性を生かしたキーパー像だってキーパーのスタイルっていうのを築けばいいと思うので、うん、そういった意味では俊敏性だったりとか、ポジショニングを的確に、こまめに取れるとか集中切らさないとかそういったところがあ、うん、あればいいのかなっていう。 PK とか嫌いでした。あコメント来てましたね。 PK はね僕好きでした。絶対無理。それすごいですよ。メンタルすごいですよ。それはすごい。いやかえって蹴る方の方が多分プレッシャーですよ。まあ、そうです。えそうですか。やっぱあれですか、よく言うのがあのキーパー側だと、うん、なんですか PK にならないとあんまりキーパーにスポットライト当たらないから、ここで活躍すればスポットライト当たるかもみたいな、そういう気持ちってあるんですか。そういう横島の考えは多少持ってます。これ止めたら今日のハイライト映れるかなとかやっぱありますよね。まあでもそうですからね。先ほどブッフォンもニュースで紹介しましたけども、なかなかその一人しかもらえない賞でゴールキーパーがもらってなかなかないじゃないですか。そうですね。そういった意味ではね、まあ、そういった意味でやっぱブッフォンも1回でいいからバロンドールは取ってほしかったなって気持ちはありますけどね。ユベントスの選手ですけども、僕の中ではパルマの選手ですから。あとコメントでもあったんですけども、いくつかクラブを渡られてましたけども、まあ、ヨーロッパも含めてとかだと思うんですけども、アジアも含めて海外移籍って考えたことありませんで、うん、あったんですかみたいなコメント来てましたね。いや僕自身は正直なかったですね。まあ、選手としてキャリアの中で本当にこうじゃあ J1 でトップでやれたっていうものはなかったので、うん、そういう意味ではまずはそこでトップになることを目標にはしていました。その先にそこを見れたら見たのかもしれないですけど、うん、僕自身はそこまでその海外にこだわったりとか、うん、何が何でも行くんだっていうよりはまずはいる日本でっていうところの方が強かったですね。なるほどね。あと来てたのがですね、嫌だった対戦相手とか嫌だったフォワードみたいなのっていますか。苦手だったとかどこ蹴るか分かんないみたいな。だからまあなんか動きが嫌なフォワードとかっていますよね。同世代で言うと、はい、やはり鹿島のアントラーズ の柳沢、彼はその動き出しとかものすごく考えてるんですね。ディフェンダーとの駆け引きとか裏を取る動きとかっていうのは常にそこを意識しているので、うん、まあ、パスの出どころも意識しなきゃいけないし、彼がどこに動いてるのかとかっていうのは対戦する中では感じたし、世代別の代表なんかではそういうとこ見てんだとかそういうことを考えてんだっていうのはすごく逆に、勉強になりました、なるほどね。あとまあ実際にシュート決められた相手でうまいなと思ったのは、はいはい、仙台の時の対戦相手でヴェルディで、はい、エジムンド、はい、わーもうここでここに打てるんだとか打つんだっていうのをすごくこう痛感させる、まさにそれも失点してしまったんですけれども、はいはいはい、そういうのって覚えてるもんなんですね。ああそういうのは残ってますね。まあなんか印象的な試合とか、うん、正野さんだったらだってこの試合は絶対忘れないレアルマドリードの試合とか あるでしょ。ああそうですね、確かに。まあそうらすごい、まあ、確かに絶対許さないぞとかは許さないぞとか許さないぞ相手よ、対戦相手対戦相手もレアル対戦相手は多いですね。まあバルセロナが多いですね。そうフィオレンティーナの、ね、自分のところもありましたね。サッカー以外で好きなスポーツとかってありますかみたいな。
うーん、好きなスポーツは泳ぐことが好きですね、うん、泳ぐことは好きなので、あの時間あればたまに、泳ぎに行ったりとか、うん、まあ、やりたいことも、まあ、さっきあの、切り落としてたものを今拾ってる最中だったじゃないですか。そういった意味では今後またサーフィンしたりとかしたいなっていうのはあります、うん、あとゴルフは最近少しこうまたやりたいっていうところでかじり出しましたね。なるほどね。サーフィンって元選手なんかもね言ってましたね。あ、元さんとこの間一緒にプレーしたんですよね。 あ、しました、はい。サーフィンですか。サーフィンだった。この時確か大雨の日じゃなかったですか。ものすごい雨でしたね。でしたよね。これは何の時の試合でしたっけ。あのこれ相模原の前座マッチですね。あれです、毎年1試合やってるんですね。そうです、はい。ラブちゃんもいますね。本田選手もいますね。はい、奈良さんもいますね。戸田さんとかもいらっしゃいますからね。戸田もいましたね。あ、岩政選手ですかね、後ろ。そうですね、はい、山口選手とかもいらっしゃいますね。でもこれ言う時はキーパーやるんですか。まあ、仕事です。ああそうか、その話も伺いましょうか。キーパー、あの実際今もサッカープレーをされてるということで、はい、遊びも含めてやってらっしゃるということで、はい、でその時はキーパーはあまりやられないというか、そうですね、遊びのっていうか、はい、サッカー的なものはもう、はい、キーパーは絶対やらないよって宣言して参加させてもらってるので、ジャンボさんとか、ね、そうです、ジャンボさんなんかも一緒によくサッカーするんですけれども、まあそうですね、散々もうここまでキーパーやってきたので、そもそもキーパーやらない時はどこのポジションやるんですか。あの、いろいろやらせてもらいます。本当ですか、はい、でもそうですよね、ずっと今まで何年もキーパーやってると、うん、全部やりたくなりますよね。そうです ね、 ね、まあね、ずっと入れられることが多かったので、ね、こんな時ばかりは入れ替えしたいっていう気持ちもありますし。なるほどね、はい、確かにありますよね。ということで、まあ、結構ね、こちらも あの方じゃないかなみたいな方もねいらっしゃいますよね。、はい、スキマスイッチの方もいらっしゃるんじゃないかなみたいな方たちと一緒に蹴ってらっしゃるんですね、はい。他の質問もあと 1,2 問受け付けましょうか。でもキーパーだと、あのいい、すごいいい、じゃあ自分たちのチームが勝ってる、勝つ時って、うん、まあ、すごい遠くにいる時って寂しいですね。あれですか、あんま出番がない時出番がない一方的な点がない時、まあ、必ず入る時は真逆にいますからね。ね、え、あれなんかもう違うこと考えてるんですかね。なんてもうすごい遠くでなんかごちゃごちゃってなって点決まった時とか、誰が入れたか分かんない時ありますよ。ありますよ、わあ誰だ今みたいな、すぐ喜んでるあいつかみたいな。そうそうそう。、ね、確かになんか盛り上がりにそう参加できない。もうポツンとしてますもん。そうですよね、はい、ポツンとよしって心の中で思う。小さくガッツポーズぐらいはしてますけど ね、 ね、だけどなんか入れられる時だけみんなこっちにいてなんか嫌な感じですよね。悲しい時はこっちに、悲しい時はこっちに、嬉しい時はあっちに。一人ぼっち、いや、そういうやっぱ一つしかないポジションだから、やっぱ孤独との戦いもあるわけですよ、ゴールキーパーっていうのは。孤独との戦いある。いますか。いや、だってなんかちょっとミスしただけでゴールキーパーのせいみたいなのってやっぱ言われたりしがちじゃないですか。そういった中ではやっぱり孤独とも戦わなきゃいけないポジションだと思いますよ。すごいですね、キーパーかっこいいと思いますけどね、キーパーの選手ってね。そうですよね、うん、実際、まあ、小野さん的な質問かもしれないですけども、モテましたかってコメントも来てましたけども。小野さん的な質問って何。いや、僕はあのお会いしたとか、あの番組前にインスタグラムとかツイッターとか拝見させてもらっていて、勝手にあの現役時代小針さんって怖いそうな印象があったんですよ、まあ、キーパーなんでやっぱりその威圧感とか出さなきゃいけないじゃないですか。なんですけども、その引退後 の、 その先ほどの写真とかもそうでしたけども、すごい笑顔が素敵な方で、あの別にこっちじゃないですけども、笑顔が素敵な方です。ごい、あのこれもこの写真とか も、 もうパパじゃないですか。いいパパじゃないですか。実際もうね、若くして結婚されたと思うんであれだと思うんですけども、はい、ね、モテたと思いますよ。大変するとモテますよね。キーパーってモテるんですか。キーパーモテません。どうなんですかね、ポジションで見る人いますかね。嘘、キーパーモテセンターバックはあんまモテない。サイドバックがモテないかな。サイドバックそうなんだ。なんとなく点取り屋はモテるイメージあります。10番とか点取り屋とかはね。あ、そうですね。
そらモテるフォワードがサイドバック、翔野さん的だとサイドバックはモテない、サイドバックが一番モテない、サイドバックの人に全員謝ってくださいもうすいません、まあ、そうですね、内田選手とかいますね。こちらはもう本当にプライベート引退後の、ね、そうです、はい、これは子供が、はい、まあ、いろいろ動物だったり生物が好きなので、うん、はい、そういった展示会、展示会っていうのかな、なんか催し物に行ってきましたね。子供、まあ、子育て論まで言うと大げさかもしれないですけどもなんか子供と接する上でとか、はい、子供、まあ、と一緒に育っていくなんてよく言いますけども、うん、実際どんなことを意識して子供と接しられてますか？あ、僕自身はもう好きなこと、とことんサッカーやらせてもらったので、うん、そういった意味ではあの子供にも好きなことを見つけたりとか、うん、好きなことに対してはどん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 こうチャレンジしてほしいな、うん、とは思ってますね、うん、そんなになんか、まあ、子育て中ですし、自分もそれこそ一緒にね、うん、成長させてもらってるんで、うん、これっていうものはないですけど、うんうん、そこだけはなんかしてあげたいなと思ってます、うん、なるほどね。サッカーやらせたいなとかあるんですか？やっぱやってたりとかするんですか？いや、男の子の方は全くもって、はい、サッカーはしないし、興味もないし、うん、まあ、あれですね、言われたのが、まあ、彼なりの優しさでズバッとは言えなかったですけど、うん、僕サッカー苦手なんだよね、うん、そっか苦手なんですって言われた多分本人は、まあ、言ったら好きじゃないんですよね。あ、そうですね。だけどそれをズバッと言わずに、苦手なんだよね、うん、って、あ、そっかそっか、じゃあ好きなことやれみたいな感じ、うん、まあね、それこそ一緒にピッチも 出たんで、はい、お父さんがサッカー選手だったっていうのは知ってたわけ で、 そうですよ、ね、子供なりの気遣いというか、いう言葉なんですよね。いや、まあ、僕もね、3人の男の子の父親なんで、どういった接し方なのかっていうのを必ず聞くんですけども個人的に参考にしようと。いやいや、まあまあ、聞いたからってなかなか実践できる、実践するのとはまた別じゃないですか。まあ、そういろんな本とか読んでもね、実践するのとは別なんでね。まあ、僕の子供はね、順調に3人とも中二病に育ってますけども本当に、まあ、変わらないのはやっぱりやりたいこと、僕もそうだったんで、やりたいことをやってほしいっていうのはまあ思いですよ ね、うん、そうですね。やりたいことじゃないとやっぱ続かないと思いますし、うん、ね、やっぱり諦めちゃうと思うんで、そういった意味では好きなことをやってほしいっていうのはありますよね、うん、ということでね、いろんなお話伺いましたけども、お時間が来たので一旦 CM でございます。はい、エンディングに入ってきたと思います。ポールさん、まあ、こんな感じでいろいろコメントとか視聴者の方から来たんですけども、はい、実際番組でご覧になっていかがでしたか？いや、楽しかったです楽しかったですし、あっという間ですね。はい、でいろいろね、たくさんコメントもいただけるので、うん、喋りながら、うん、見てましたし、はい、面白かったです。実際、もうセカンドキャリア歩み始めてますけども、はい、今後こんなことしたいとか、はい、こういうことを考えてるみたいなってあったりするんですか？そうですね、まあ、辞めてから自分自身はもうこれだっていうものを決めれなかったので、はい、なので、まあ、解説やらせていただいたりとか、うん、指導現場とか、見させてもらったりとか、うん、していく中で、まあ、あとその自分がやりたかったこと、好きだけどやれなかったことを今やってもいるので、うん、そういった意味で言うと、まあ、変わらずにいろんなことに携わりながら、うん、で、まあ、あとは自分でこう事業を、うん、まあ、まあ、ちょっと大きな言い方になってしまうんですけども、はい、なんかこういったものを作り上げていって、で、まあ、それがまた一つの選手のセカンドキャリアだったり、うん、サッカー界だったりスポーツ界にちょっとでも貢献できるものを作れたらなと思って今、うん、はい、活動しています。なるほどね。もう先ほど番組に名刺交換もさせていただいたんですけども、もう代表取締役のようなお仕事もされたりとか、肩書きだけです、まあ、トレーニングのいろいろね、ジムみたいな、ジムっていうか、そうですね、パーソナル系のジムを作ったりとかもされるんですよね、はいはい、本当に、いろんな多角的にいろいろやってらっしゃいますんで、これからの本当に活動も非常に楽しみだなって思いますし、コメントでも非常に
今日は楽しかったですとかありがとうございましたとかまた来てくださいっていうコメントがたくさん来てるんで、うん、またぜひ来ていただきたい。ぜひ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。翔野さん、はい、告知お願いいたします。はい、私はいっぱい余っている写真集自虐ですね、はい、周辺のスクランブル交差点のとこにある大聖堂書店さんで、うん、私のミニ写真集が販売していますので、うんうん、すごいたくさんあるので、置いてあるんですか。後ろからも撤収されましたよ。捨てたよね。え、絶対捨てた。どっかにやる、絶対。え、絶対捨てた。そうそう、あれ嘘でしょ。倒されてる、倒されてる、ひどい。スタッフひどい。ひどい。いや、本当に怖い。それが、置いてあるので、よかったら。そうなんです。ミニミニ写真集よかったらお願いします。助けてあげてください。助けてあげてください。はい、帰り買ってきます。本当ですか。渋谷寄ってくんだけど。他はラジオが12月10日でラストなんですよね。原宿の空と庭というところでラジオをやってるんですが、うん、12月10日でラストになります。うん、よかったらちょっと聞いてみてください。はい、番組からの告知です。明日は大学サッカーの木曜日。今回関東大学2部で優勝し一部を復帰を果たした早稲田大学から熊本裕太選手、飯泉亮也選手、安田一成選手が出演します。 MC は佐々木香織さん、アシスタントは、安田編集長が務めます。ということで、今日はまあ長時間にわたりありがとうございました。ありがとうございました。いろんなお話聞けて本当にまだまだ聞き足りないところもたくさんありましたので、また ぜひ次回出ていただいて、これからのことも含めていろいろお聞きできると思います、はい、ということで、ここまでの、番組のやらせていただきましたのは、サカキング編集部の伊藤と翔野と小針です、また明日12時にお会いしましょう。さよなら。